高くなったわね。デュランダル、指示をください。努力は必ず実ります。力になれるなら何でも私に話して。今日の任務は何でしょうか。失われたデザイアジェムを探すため、ハイペリオン一行は転送装置開炎の目を使い漁師の海へと入ろうとした。しかし作戦決行前夜、アインシュタインが何者かに襲われ行方不明となってしまう。デザイアジェムを取り戻すため、ブローニャは転送門が閉じる直前、単身で漁師の海へと飛び込む。彼女と共に戦っていたテレサたちは混乱の収まらない開炎城に残され、今なお戦い続けていた。私が守るわ。油断しないで。正体不明の適正反応は消えたけど、崩壊獣の攻撃はまだ終わってないわ。テレサちゃん、
ブローニャが、ブローニャのやつが漁師の海に入っちゃったよ。何をする気なの。扉が閉まったらもう戻ってこれないなんてことないわよね。落ち着きなさい、ロザリア。ブローニャは勢いで行動するタイプじゃないわ。きっと彼女なりの理由があるのよ。開演の目が閉じた今、できることはいち早く戦場を制圧して彼女に連絡を取ることよ。ロザリア、テレサちゃんの言う通りだよ。私もブローニャ姉さんが心配だけど、まずは目の前の敵に集中しないと。そうよね、お母様に心配かけちゃいけないもの。戦いに集中するわ。行くわよ、リリア。お母様とテレサちゃんは私たちで守るのよ。私のことはいいわよ。子供たちがやっと落ち着いたわ。残りの崩壊獣との戦闘も問題なさそうね。ブローニャ、どうか無事でいて。退散しなさい。起動した。開演の目を起動する。それが私たちの取引だろ。ベストなタイミングを選んだだけだ。でもあの子、ブローニャを巻き込んだ。あの子はこの件と関係ないはずよ。彼女は君に巻き込まれたんだ。君の粗末な仕事ぶりのせいでアインシュタインに感づかれた。それがなければ彼女も漁師の海に入ることはなかっただろう。ブローニャが無事に帰って来られなかったら取引はここまでよ。取引の途中で条件を追加するとはビジネス精神に反するのではないか。残念だが彼女にゼーレ・フェレライのような素質はないんだ。漁師の海は出たいと思うだけで出られるような場所じゃない。ネゲントロピーの名手が彼女に手を貸すことを祈るしかないんだ。冗談だと思ってるわけ。何をしている。もう一度言うわ。ブローニャが無事に帰ってこれるよう取り計らいなさい。カカリア、私たちは互いの本質を理解しているはずだ。私たちは目的のために全てを犠牲にし全てを利用できる人間ではないか。だから君のアドリブには感心したんだよ。娘と対立する立場となり君に逆らう彼女が自らアインシュタインの代わりに漁師の海に入るよう仕向けた。あの時
君が我々の求めている人材だと確信したんだ。私の見立てが間違っていたと言わせないでくれよ。嘘つき。ブローニャは信じていました。ハイヘビー、あなたは間違ってるわ。私たちは違う。地獄に落ちるがいいわ。地獄？今地獄へと向かっているが誰だろう。残念だ。まさか君が愚かな動物的本能に負けるとは。違うと？どの口がそれを言うのか。何ですって。忠誠、何があったの？あれはお母様。ハイヘビ、どうして奴がここに？テレサさん、この前はハイペリオンで世話になったね。私のことをまだ覚えているかい？一応取引はまだ終わっていないが。同じ人が二人。あ、まさかこいつの双子？ロザリア、リリア、逃げなさい！お母様、大丈夫よね？すぐ助けるから。カカリア、君が生かされている理由を知っているかい？君は自分の選択に死より恐ろしい代価を支払うことになるからだ。私がそう保証するよ。ヨルムンガンドは裏切りを許さない。奴ら、何するつもり？ハイヘビが、自ら崩壊獣に？ちょっと、双子で崩壊獣とか、こいつキャラが被ってるわ。バカロザリア、少し黙ってて。ハハ、弱体の緊急成果を食べさせてもらうよ。果たしてどこまでやれるのかをな。執行命令なし、ブローニャ警戒モードに。ありえないわ。体は紛れもなく崩壊獣なのに、人間の理性を保っている。動きは人間のように機敏だし、こんなの見たことがない。でもなんだか違和感が。知性があっても力はただの帝王級崩壊獣。そこまで強いわけでもない。ハイヘビが自ら戦う理由は何なの？まだ何かを隠しているのかもしれない。子供たちを先に逃がさないと。ロザリア、リリア、こいつらは私に任せて。
あなたたちはカカリアを連れて安全な場所まで引きなさい。ロザリア、早く行こう。いや、私はここに残るわ。こいつがお母様に奇襲を仕掛けて大怪我を負わせたのよ。テレサの言う通りだ。逃げた方がいい、ロザリア。同類として君に危害を加えたくない。誰があんたみたいな気持ち悪いやつと同類なのよ。ナンパならもう少しマシなセリフにしなさい。何を言っている。君とリリアを死の淵から救った手術と私の体を崩壊中に変えた技術は同じものだというのに。そんな君たちや他のモルモットのおかげで崩壊獣因子と人体が融合する最適な濃度を見つけることができた。もちろん君たちの愚かな母親は最後まで自分が施しを受けたと思い込んでいたが。そんな風にお母様を悪く言うのは許さない。落ち着きなさい、ロザリア。彼はわざとあなたを刺激しようとしているわ。ロザリア、危ない。いや、間違えてしまったか。まあいい、少し順番が違うだけだ。ではいただくぞ。準備はできたか。地獄が今始まったばかりだ。ロサリア、逃げて。慎重な行動は決して悪くない。安全な場所に隠れるのも賢明な判断だと褒めてやろう。しかしアインシュタイン、一つ過ちを犯したな。この世の中、安全な場所などあるわけがないだろう。ここはどうやら僕はまだ開炎城にいるようだ。襲撃者が僕を殺さなかったのは僕に利用価値がまだあるからか。やっと目が覚めたなのです。誰かそこにいるのか。あなたに今の自分の顔を見せてあげたいなのです。シュレディンガ、どうして君がここにいる。君はもうエネルギーバランスが崩れ、実体が消え、もう一つの次元に消えてしまったと、そう言いたいなのです。そうなのです。あの一件で物理的な実体は存在の安定性を失い、量子化した個体になってしまったなのです。この数十年間、私はずっと扉の向こう側にいたなのです。君のことを探そうとしたが、君に関する痕跡が何も残っていなかったんだ。私は他の場所で
この世界の人に遭遇しましたが、どうやらあなたたちと彼女たちはお互いのことをよく知らないようなのです。簡単に言うと、私は漁師の海の底、何もない虚無の地へと落ちたなのです。ここから出る方法を幾度も考えましたが、あの世界に戻る目印を完全に見失ってしまったなのです。あなたたちがあの装置を起動するまでは。それは開演の目のことかい？何をしたかはわからないなのです。ここにいる人の中で私はあなたのことしか知らないなのです。でもここのエネルギーは想像を超えるほど高いなのです。別の世界の泡にいてもその異常さを感じるほどなのです。それらのエネルギーは同じところから来ていて、近づくことすらかなわないなのです。デザイアジェムだ。誰かがそれに接触したんだ。漁師の海に一体何があったのか、君が知ってることを全部教えてくれ。歩きながら話すなのです。この話は長くなるなのです。ブローニャ、作戦地点に到着。サニーパンチ、サニー、
回収完了。敵全員沈黙。これより帰還。ブローニャ、作戦地点に到着。ファニーパンチ、はい、システム。任務完了。待機モードに移行。作戦地点に到着。シャニーパンチ。はい。はい。装備回収完了。敵全員沈黙。これより帰還。ブローニャ、作戦地点に到着。シャニーパンチ、はい、システム検索。はい、コイン回収完了。はい、照準装置初期化完了。装備回収完了。敵のエネルギー消失、任務完了と判断しました。ブローニャ、作戦地点に到着。シャニーパンチ、はい、装備回収完了。敵のエネルギー消失、任務完了と判断しました。
よ。エリア、後悔をしているのかい、ロザリア。君が彼女をこんな目に遭わせた。エリアを返して。いいぞ、怒るがいい。君の意識を怒りに支配させ、その心と体を君の中にいる猛獣に明け渡すんだ。君はリリアよりも優秀な餌になる。執行命令なし、ローニャ警戒モード。ファミリーパンチ。ロザリア、落ち着きなさい。あなたが興奮するほど奴の術中にはまっているのよ。でもエリア、エリアがもういないなんて。よく聞こえるぞ。何かが砕かれ、ゆっくりと深淵に落ちていく音が。あんた狂ってるわ。君の攻撃も弱々しくなっているよ、テレサ。やはり手が出せないのだろう。優しい学園長だ。彼女は何の罪もない少女だからね。何これ。落ち着いて聞いて、テレサちゃん。あなたの嗅覚は私よりも鋭いからきっとわかるはずよ。リリアの気配はまだ消えてないわ。しっかり感じて。かなり弱いけど彼女は必死に助けを求めているわ。だけどあいつのものとは違う。リリアの甘い匂いがする。リリアの気配が
あの怪物の体からにじみ出てる。わかる？リリアがどこにいるかわかるわ。ハイヘビはリリアを飲み込んだけど、短時間で彼女を消化することはできていないのよ。この機会を逃しちゃダメよ。あいつの外角を切り開いてリリアを助けましょう。じゃあ、あいつを粉々にしてやるわ。衝動的に動いちゃダメよ。チャンスは一度きり。失敗したら逆にリリアに危害を加えるわ。いい？話をちゃんと聞いて。これはあなたと私で成し遂げないといけないことだから。私がアシュビンを全力で押さえつけてその行動を封じるわ。ロザリアはリリアの正確な位置を突き止めて、アシュビンの動きが止まった瞬間、その外角を寸分の狂いもなく切り開くのよ。何それ、そんなのできないわよ。普段そういう細かいことはリリアがやってるし、私は破壊するのが担当だもん。ロザリア、今ここにいる人の中でリリアと心を通わせることができるのはあなただけよ。あなたとリリアは最高のパートナーでしょ。自分を信じなさい。リリアもきっとあなたを信じてるはず。でも。わかった。じゃあお願い、テレサちゃん。舞台はもう整ったわ。ロザリア、好きなだけ暴れなさい。あなたの一番大事なステージを完成させるのよ。ケツ騎士、あなたにまだ力が残されているなら今ここに全てを解き放ちなさい。私たちは負けられないのよ。
ういうことだ。この姿はまだ見たことないようね、ハイヘビ。あなたの情報網をそろそろ更新しないとね。ロザリアのために機械を作ってあげないと。あともう少し。開いてる。後ろが開いてる。やっぱりピリアがそばにいないと少し緊張する。少しだけだけど。テレサちゃんが戦ってる。正直できるかどうかはわからない。チャンスが一回しかないって思うと尻尾が思わず震え出すけど。でも、できるかどうかと、やるかやらないかは別よ。ブローニャだったら、きっとゼーレを助けるはずだわ。私だって、負けたくない。私にはリリアが必要だし、リリアにだって、私が必要だもの。喜ぶのはまだ早い。まずいわ。ロザリア。攻撃は想定済みよ。星になれ。の負けよ、ハイヘビ。おかしな真似はしないでちょうだい。読みが外れた、テレサ。
君のことを過小評価していたようだ。しかし、最終的な勝者が誰になるかは、まだわからないよ。自爆したの？あいつ、一体。僕がいない間に、いろいろと解決したようだね。あ、アインシュタイン博士！テレサさん、心配をかけたようだ。アインシュタイン？カカリアさん、この危機が去った後、いろいろと決着をつけなければならないようだ。しかし今、僕たちの利害関係は一致している。開炎城の全部隊の指揮権を僕に。天命のバルキリーの攻撃を阻止するには戦力が必要だ。わかってるわ。相互利益ね。頼んだわよ、博士。まずは君の娘たちに君の手当てをしてもらうよ。あとは僕たちが何とかする。漁師の海の中は僕たちが予想していたよりもはるかにまずい状況かもしれない。